アドサンテル、1887年4月7日から1966年11月10日は、20世紀初頭に活躍したドイツ系アメリカ人、プロレスラー。キャッチレスリング最強の実践者の一人と考えられているが、彼はまた行動間柔道への対戦により、近代最初の総合格闘家の一人であると考えられている。現役時代は、世界ライトヘビー級チャンピオンであり、 長年にわたってタイトルを保持していた。アドサンテルは日本人の柔道家で黒帯五段の実力を持つ伊藤徳五郎と対戦するが、これは現代武道歴史上最初期の一種試合の一つとして知られる。サンテルは柔術のスペシャリストである野口占領権との対戦経験があり、柔術に対する知識があったので柔道のルールの下で戦い、 テイクダウンを奪った上で伊藤を破り、柔道の世界王者を宣言した。なお、伊藤徳五郎は、数ヶ月後の1916年6月10日、締め殺しでサンテルを破りリベンジし、サンテルを破った最初で最後の柔道家となった。1914年10月、サンテルはシアトルにやってきて、過去に引き分けていた柔道家の三宅太郎に挑戦した。 サンテルは強力なハーフネルソンスラムを三宅に決め勝利し、三宅はそのダメージで、試合後30分間目いが続いたという。柔道の創始者、カノージゴロウはこれを新たな屈辱とみなし、敗北の復讐のために5段の黒帯、坂井大介を送り込んだが、サンテルはアームロックを2度極めて再び、坂井を破った。この試合以降、行動官は挑戦者を派遣してこず、 サンテルは、行動館に挑戦するために、日本に行くこと決め、同じクレスラーである弟子のヘンリー・ウェーバーと柔道の、有段者で、プロレスラーに転向した、日本人レスラーのマティ・マツダとチームを結成した。アメリカで、アドのチームと行動館との一連の試合を主催する際に手伝ってくれた、行動館のメンバーである、岡部平太の尽力で、日本渡航が可能となったが、来日したアドに対し、 可能は、対戦を拒否し、対戦した、文下生は破門すると厳しい対応を取ったが、系列の広誠官が受けて立ち、6人の柔道家が、挑戦の名乗りを上げ、小事件を、長田霊次郎、増田総太郎、清水一の4名の柔道家との対戦が決定。両者合意の上、柔道着の着用とあらゆる投げ技や、関節技を含む寝技を認める。 中立的なルールの下で試合が行われることとなった。試合は、東京球団の靖国神社相撲場で1921年3月5日と6日の両日に行われ、1万人の監修の前で、初日にサンテルは TKO で長田を破り、翌日の障子との対戦では60分間時間切れ引き分けとなったものの、マット上でダメージを受け倒れているを会場から、 サンテル自身が担いで退場すると、その強さを観客に見せつけた。その後、サンテルはウェイバーを破った、清水はじめと対戦し勝利し、弟子の雪辱を果たしている。フランク・ゴッチとジョージ・ハッケン・シミットの有名な1911年の試合から数年後、サンテルはルーテーズにトレーニングでハッケン・シミットを負傷させ、これを事故のように見せるよう、 ォッチの支持者から5000ドル支払われたと語ったという。ハッケンシュミット自身によると、ハッケンシュミットの膝に押し付けようとした時に、スパーリングのパートナーである、ドクター・ローラーが誤って、彼の右足がハッケンシュミットの右膝を打った。彼のスパーリングパートナーは、ジェイコブス・コッホやワラデックズビスコトローラーであった。サンテルはハッケンシュミット。 またはローラーによる発見シミットとのトレーニングについては言及されておらず、どちらも推察の域であるが、しかしサンテルは発見シミットのヘッドトレーナー兼スパーリングパートナーを本名であるアドルフ・エルンストを使用して約1年前から2度目のゴッチとの対戦でローラーと交代するまで続けていた。エルンストの名は発見シミット特集のほぼすべての新聞記事に、 ゴッチの再戦の数ヶ月前から掲載されていた。発見シミットは、ゴッチとバーンズがサンテルへの支払いを拒否することを期待して、ローラーの話を出したのではないかと信じられている。サンテルのプロレスのキャリア前世は20年代を含めて30年代で、1910年代に対戦したトップレスラーは、世界全体で見ると、ジョーステッカー、ガス・ソネンバーグ、 ジョン・ペセックとディック・デビス・コートラである。1922年にサンテルはサンフランシスコのでインド・カルカッタの5番合法に敗れ世界、ライトヘビー級王座を失った。サンテルはジョージ・トラゴス、レイ・スティール、エド・ルイスと共にキャッチレスリングの技術でルー・テーズを鍛えた。テーズはサンテルに6ヶ月間集中的に教わって以降は自身のキャリアを通じて カリフォルニア地域にいるときはいつでもサンテルの下でトレーニングを続けた。テーズはドイツ系であるカとトンのトレーニングを信じられないほどの贈り物であると考えていた。ありがとうございます。